遠い声、遠い部屋。 A ちゃん、一体どこにいるんだ。ゴルツネの屋敷を出てから一度も姿を見てない。アッシュと離れているはずの警察にもいないとなると、もうお手上げだ。あと何ができるんだ。俊一、お前少しは休めよ。最近まともに寝てないだろう。エイジが心配なのはわかるが。ああ、でも何かやってないと落ち着かなくてな。まあ気持ちはわからんでもないが、アッシュの仲間も手伝ってくれてるし、エイジはきっと見つかるさ。大丈夫だ。そうだな、ありがとう。バタついて悪いが、今からチャーリーと会ってくる。何か進展があるかもしれん。お前は休んでてくれ。わかった。何から何まですまんな。何言ってんだ、水臭いぜ。じゃあな。休めって言われてもな。まだ日は高いし、写真の整理でもするか。懐かしいな。夏のケープコットか。アッシュとお兄さんのグリフか。10年以上前かな。同じ野球のユニフォームを着てる。誰が撮ったんだろう。兄貴の部屋にまだ何か用か。アッシュか。悪かったな、勝手に写真を見て。別にいいさ、見たけりゃ見ればいい。いい写真だ。お兄さんはスポーツをしてたのかい。マックスの話だと物静かでおとなしい詩人だったって。ほら、部屋に本もたくさんあるし。俺のわがままに付き合ってくれたんだろう。昔の話さ。そうか。お兄さんの笑った顔、今の君と少し似ている。どうだかな。もうすぐ日が沈む。明かりもないし、リビングに戻ろう。あんたカメラマンなんだろ。え？ああ、そうだけど。エイジの写真はないのか。あいつ棒高跳びやってたんだろ。写真のデータは日本なんだ。すまない。A ちゃんから聞いたのかい？選手の時の話を。ああ。あんたがここへ連れてきてくれたって。そうか。でも、実際は、ひっさらってきた、が正しいけどな。ひっさらってきた？なんでまだ？ま、緊急避難ってやつさ。何にしても、アメリカに連れてきてよかったよ。危険な目にはあったが、それでも A ちゃんは生き生きしてる。日本にいる時よりもずっとね。特に君と過ごすようになってからさ、随分変わったよ。それにしてもここからの眺めはすごいな。夕日が迫ってくるような、こんな風景は日本じゃなかなかお目にかかれないよ。日本か。日本のことはほとんど何も知らないな。 A ちゃんから何か日本のことは教えてもらったかい？ごめん。A ちゃんらしいな。それならせっかくだから俺からも何か教えよう。そうだな。おい、変なの教えるなよ。覚えないからな。でもこれを覚えれば日本で大抵の会話がこなせるぞ。本当かよ。もちろん。まずはこれ。 No way! なんでやねん。なんでやねん。 No no、 なんでやねん。なんでやねん。いいぞ、その調子で。次は
How are you? が儲かりまっか？儲かり？まっか？まっか。儲かりまっか。そうそう。で、Fine, thank you. がぼちぼちでんな。ぼちぼちでんな。その通り。これも日本でポピュラーな挨拶の一つだよ。じゃ、儲かりまっか？ぼちぼちでんな。うまいじゃないか、アッシュ。完璧だ。なんでやねん。おい、何やってんだお前ら。そろそろ飯の時間だぞ。ああ、今行くよ。へい、おっさん。儲かりまっか？え？なんだそりゃ。日本語さ。あんたも勉強するといいぜ。バカにすんなよ。これでもジャーナリストだぜ。日本語ぐらい知ってるさ。東京タワー、富士山、シャチホコ、桜、ちょんまげ、芸者、天ぷら、閉店セール、踊り子さんには手を触れないで。懐かしいな。でもアッシュにあんな日本語を教えたって A ちゃんにバレたら、なんて言われるか。